トラス橋、トラス橋は、桁部分に、トラス構造を使った橋である。トラスは、細長い部材を両端で三角形につないだ、構造でありそれを繰り返して桁を構成する。トラス橋は、桁橋の一種に分類される。橋で使われる、トラスの形式には、図のようなものがある。材料としては、木材や鉄などの金属が使われるが、ある程度以上の規模の橋は、 鋼鉄が主流である。鉄を使ったものの場合多くは、箱型断面や H 型断面の溶接構造が一般的だが、HK 項や山型鋼が組み合わされた構造の場合もある。近年コンクリート製のものも作られるようになった。トラス橋の設計に伴う構造計算では、部材のつなぎ目は一点で、つながり自由に回転できるようになっているとして考える。 理想的なトラスでは、荷重や温度変化に伴う部材のたわみや伸縮は、この接続点部に集約される。実際の橋梁においては、初期のトラス橋では、理論と同じピン接合の構造が見られたが、現在では、ガセットプレートによる強結節接合が一般的である。トラス構造は、他の形式の橋梁でも、部分的に用いられることがあり、 吊り橋の桁部分に用いたものはトラス吊り橋、例、赤石海峡大橋と呼ぶ。一方で、アーチ部分がトラス状になったものは、ブレーストリブアーチ橋、例、荒川橋、橋脚がトラス状になったものは、トレス釣り橋、例、旧アマルベ橋梁と呼び、通常トラス橋とは呼ばない。現在では五十メートルから百メートル程度の景観で仮設されることが多く、 多くの場合、アーチ橋と経済性や景観との比較の上、三比が決定される。同じ長さの場合、プレートガーダー橋、番桁よりも軽量となるが仮説に手間がかかる。二つの橋脚でトラス構造の桁を支えるもの。トラス橋として最も簡単な形式である。一つの長い桁を二つの橋脚間で完結させず、いくつかの橋脚で支えるもの。 再加減とは、上限、水平方向の部材のうち、上側、下限、銅、下側のうち、荷重が乗る、側のことである。鉄道橋で言えば、線路が乗っている側である。デッキトラスとも言う。上限が、再加減となっているもの。桁内を通行することがないため、手賀前、上下現在及びそれらを結ぶ、垂直材、車材。 すなわち桁の側面同士をつなぐ体形構えを設置することで強度を増すことができる。また桁の高さの分だけ橋脚の高さを抑えることができるため経済的である。桁下に十分な空間がある場合などに採用される。道路橋の場合は下地式に比べてトラスが自動車運転者の視界を妨げないという利点がある。スルートラスとも言う。 加減が再加減となっているもの。手賀前の内部を通行する。古線橋や古道橋、河川横断部など桁下の空間に余裕が少ない場合に採用される。道路橋の場合、トラス内部を自動車が通行することになるため、運転者の視界を狭める橋幅が狭い場合、トラスに自動車のミラーが接触する恐れがあるため、大型車同士が離合できない通過車両に、 車高制限がかかる、豪雪地の場合トラスに付着した雪や氷の塊が落下し、車両に直撃するといった端緒がある。不再加減、荷重が乗らない側の原在が曲線を描くもの。不再加減にかかる応力は、トラスの中央部で最も大きく、端部で最も小さいため、その負担に応じて桁高を変化させたものである。多くは、各点、部材の結合点を直線で結ぶ。 折れ線上である。超スパンとなった場合には、負債加減端部の桁高を低くでき、中央部の断面積を平行弦トラスよりも小さくできるので、同じスパンの平行弦トラスよりも軽量化できる。平行弦トラスの負債加減中央部は、極限トラスの場合よりも高い強度が必要となる。第二次世界大戦前の採用例が多い。 19世紀末から20世紀初頭の日本において多く仮設されたセオドア・クーパーが設計した標準下駄。当時は標準下駄を各地で使用したをクーパートラスという。軽観100フィートから300フィートまで10種が設計され、内9種263連が仮設された。特定の形の故障ではないが、軽観200フィートの単線下地極限プラットトラス。 かつ中央パネルの三角間の上部分が直線上となるシューエドラートラスが92連と最も多く仮設されたためにその代名詞的存在となり特にこれをクーパートラスと呼ぶことがある上限が放物線に近い形状の桁をパーカートラスという日本の国鉄では200フィートの複線用トラス桁で多く採用されていた最下限 負さ加減ともに直線かつ平行であるもの。現代での採用例が多い。通常、斜めに立ち上がる、橋柱を垂直にしたもので、切り詰めるという意味の英語、トランケイトに由来、下地式トラス橋で用いられる。川の流れに対して、斜めに橋を架ける斜橋に多く用いられ、この場合、手構えを真横から見ると、一旦は斜めに、多段は垂直になっている。 日本では、比較的古い鉄橋でわずかに採用されたのみで、現在新たに架橋されるものでは採用されていない。左右の種が前のみで、上横構えはないもの。小規模な中地、下地トラス橋に見られる。カンチレバートラス、またはゲルバートラスとは、トラス構造を持つ、カンチレバー橋である。通常の橋は、橋台や橋脚を支点として桁をかけるが、カンチレバー橋は、 釣りげたを両側の橋脚から張り出した片持ち量、定着げた、怒り木げたがヒンジを介して保持するものである。通常のトラス橋は、下限が引っ張り力を、上限が圧縮力を受け持つが、カンチレバートラス橋の片持ち量部分は逆で、上限が引っ張り力を、下限が圧縮力を受け持つ。主として大きなスパンが必要な箇所にかけられる。が考案したため、 日本では、ゲルバー教とも言われる。キングポストトラスとは、下弦が三角形の底辺を、上限が三角形の二辺を構成し、三角形の頂点から下弦に向けて垂直剤を備える、最もシンプルなトラス橋である。垂直剤を、キングポスト、新束、新塚と言い,い、下弦とともに、引っ張り力がかかる。謝罪には圧縮力がかかる。スパンの短い橋で使用される。 ワデルトラスとはキングポストトラスの文革トラスである単純な構造であり架橋現場での思考も容易。主として鉄道用の橋梁として使われた1882年から1886年まで東京大学で土木工学を教授し日本鉄道橋梁論の著作もあるジョン・アレキサンダー・ロー・ワデルが考案し特許を取得した クイーンポストトラスとは、キングポストトラスを水平方向に拡大する際に、トラス部分を分割し、水平材で延長したものである。古い橋梁の補強として、下部に施行されることがある。三支円トラスとは、断面が三角形となったトラス橋である。日本では、水管を現在として用いる形で、水路橋に多用される。バートラス、またはバーアーチトラスとは、 アーチとトラスとを組み合わせることで強度を上げた構造である。トラスは橋を構造物として保持するためのみに働き、荷重はアーチが負担する。主として屋根付け橋に使用された。セオドアバーが1804年に考案し、1817年4月3日に特許を取得した。ハウトラストは、謝罪を橋中央部から端部に向けて、葉のあざ形状に配置した。 トラス橋。垂直材に、引っ張り力、謝罪に圧縮力が生じる。この力の作用の仕方は、プラットトラスと逆である。長くなる謝罪が、圧縮力を受け持つため、構成のトラス橋には採用されず、もっぱら木製の橋のみに採用される。橋柱、端部の謝罪の有無は問わない。マサチューセッツ州のウィリアム・ハウが考案し、八百四十年に屋根付橋の、 設計として特許を取得している。アラントラスとは、パーシー・アランが、ハウトラスをベースに考案したもの。フィーレンデールトラスとは、はしご状の手構えを持つ橋。部材を三角形に組んで、ピン結合する一般のトラスと異なり、部材に曲げの力を加えることで、謝罪をなくし、先断力が働かないようにしたものである。トラスというゴックが入っているが、部材は豪傑されており、 ラーメン橋に分類される。アーサー・フィール・ンディールが考案した。ブラウントラストは、上限と下限が平行である平行トラス。圧縮力がかかる部分に木材を使用して、上限と下限とを結び、引っ張り荷重がかかる、路章を吊り下げるロットに鉄を使用する。垂直方向の圧縮力を受ける部材はない。屋根付け橋で用いられる。ジョシュア・ブラウン・ジュニアが考案し、 1857年に特許を取得した。プラットトラスとは、謝罪を端中央部から端部に向けて逆派のあざ形状に配置したものである。垂直材に圧縮力、謝罪に引っ張り力が生じる。この力の作用の仕方は、ハウトラスと逆である。謝罪が、K 字型、Y 字型となるものもあり、それぞれ K トラス、Y トラスとも称する。橋柱。 端部の謝罪の有無は問わないが、端柱がある場合は、端柱がない場合は、端部の謝罪だけ、刃のあざ形状になる。これも、逆刃のあざ形状になるもは、トレリストラスといい、構造が異なる。ピン結合に適した構造で、日本では明治時代によく採用されたが、やがてより部材が節約でき軽量化を果たせる、ワーレントラスに移行した。アメリカでは、 長さ250フィート76.2メートルまでの鉄道橋を木橋から公共に掛け替える際によく採用された。マサチューセッツ州のトーマス・プラットにより考案され、1844年に特許が取得された。景観が長いプラットトラスでは部材が長大化することによる断面像、重量像、また圧縮材が長大化することにより、 部材が座屈する可能性が増すことから部材が長大にならないように角点を追加しそこから補助的に部材を挿入することで角間を短くしたものがあるそれを分割トラスと総称しさらにいくつかの種類に分かれるペンシルベニアトラスとは極限の分割トラスであるホイップルトラスはプラットトラスの一種で謝罪にはすべて引っ張り力がかかる 特徴的なのは、引っ張り力を受ける部材が長く、多くの場合には細いことである。また、トラス部分は、謝罪の角度が浅く、二つ以上の支柱間をまたいでいる。ボルチモアトラストは、平行源の分割トラスである。圧縮力の加わる、謝罪が揺らぐのを防ぐために、最下限側に副材を配置する。単純で強度があり、鉄道橋で使用される。 ヘグラムトラスとは、ワーレントラスとパーカートラスを組み合わせた形状をしている。上限の部材は全て同じ長さであり、対応する下限の部材は上限よりも長い。上限と下限を一組として考えると、その長さに差があるため、隠し中間、パネルは長方形にはならない。パーカートラスで垂直になるべき部材は、 側面から見て中央に向けて60から75度の角度で斜めに設置される。ジョージ・エイチ・ペグラムが考案し、1885年に特許を取得した。棒ストリングトラストは上限と下限がそれぞれ弓、棒と弦、ストリングのような形状となっているもの。特に、下地式の場合には、端部が大きな開口部となり、端部の強度に難が生じるため、 現在ではほとんど採用されない。日本では1890年代にドイツのハーコート製のプレハブ式のものが70連ほど導入された。プレハブ式であったのは組み立てに簡便なことを狙ったもので、そのためにピントラス構造であった、ドイツ国内では合結合が一般的であった。九州鉄道は47連を導入したが、その後、 車両の大型化に伴い掛け替えの必要が生じた。掛け替えの理由は、部材の劣化ではなく、単に設計荷重が少ないためだったので、それでも良い道路橋などに転用された。下地式のタイドアーチと同じとする見方もあるが、下地式タイドアーチは、基本的にアーチ部分と路上を強しげたが、圧縮、引っ張り荷重を負担するのに対して、本形式はトラス部分でも、 圧縮、引っ張り荷重を受ける。トラスの組み方には、フラットトラスとアーレントラスがある。スクワイア・ホイップルが1840年に特許を取得している。フィンクトラスとは、既存の桁にトラス構造を用いた補強を施した橋である。用いるトラスの形状には、キングポスト型やクイーンポスト型などがある。アルバートフィンクが1860年代に考案した。 ボルチモアンドハイオ鉄道によく見られる。ベイリー橋とは、軍事用の、プレハブ式の橋。部材は標準化されており、必要に応じて、長さを加減できる。ポストトラスとは、ワーレントラスとダブルインターセクション、プラットトラスを融合させた形式である。シメオンエースポストが1863年に考案し、特許は取らなかったが、ポストパテントトラスと称されることがある。 ボルマントラストは、トラス橋と吊り橋の要素を持つ形式である。下限、再加減はそれぞれ独立した、連鉄製の引っ張り強度用メンバーにより吊り下げられて、おり、これを吊り橋のハンガーロープと同様と見ることができるが、上限は中鉄を使って圧縮に対応している。独学で、鉄道橋梁技術者となったウェンデル・ボルマンが考案し、1852年に特許を得てもの。 全鉄製の鉄道橋として初めて設計に成功したものである。ワーレントラスとは、謝罪の向きを交互にしたトラス橋で、トラスが逆、W 形なのが特徴。プラットトラスと異なり垂直材がないため鋼材が節約でき、安価で軽量となる。謝罪は、橋中央部から端部に向けて、 刃の字に当たる部分が圧縮力を逆刃の字に当たる部分が引っ張り力を負担する。中央の V 字型になる部分では、活荷重に応じて両者を負担する。超スパンとなった場合には桁高が高くなり、それに比例して各部材が長く太くなってしまうため副材として垂直剤を設けることがある。垂直剤は端部から中央部にかけて、 引っ張り力と圧縮力を交互に負担する。日本では明治初期に小さなものが使用された後、しばらくはプラットトラスが主流となったが、昭和に入って再び使用され始めた。ジェームス・ワーレンにより1848年特許が取得された。ダブル・ワーレントラスとは謝罪をすべて X 字形に交差したもの。謝罪への負担のかかり方は、 通常のワーレントラスと変わらない。垂直材を追加したタイプもある。日本では明治時代にかけられた鉄橋のうち一景観が比較的長い箇所ではワーレントラスを採用すると強度が不足するため強度を高められたダブルワーレントラスが採用された。しかし景観や強度の割に多くの鉱材を要するため技術が進んだ。大正時代以降は採用が減少した。 ラティストラスは部材を格子状に組んだものである。種として木材が使用され、思考が容易であるとともに強固である。日本では1917年に国鉄でいくつか採用されたが、その理由は大型鋼板が入手できないことによるガーダー橋の代用品的存在であった。レンティキュラートラス、またはレンズトラスは、 水平方向の圧縮力と引っ張り力が釣り合うため、それらの力はアーチを支える橋脚や橋台には伝わらない。これはほとんどのアーチ橋と同じ性質である。そのため、トラスを地上で組み立ててからジャッキアップして架橋するという思考方法を取ることができる。19世紀にイザムバードキングダムブルネルにより鉄道用の橋梁として考案された。 日本で佳境されたのは3例のみであり、夏季の南川千葉市が唯一の現存例である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。